はい、こんにちは。さらにですね、今日は、片岡球子さんの、についてちょっと少しだけ喋ってみたいと思います。片岡球子さんは、すでに亡くなられてますけども、日本画のジャンルに、なんていうんですかね、非常にエネルギー、すごい荒削りのエネルギーをね、初めて持ち込んだ作家さんですね。で、富士山の絵が代表的なんですけども、まあ、こんな風にですね、Google で画像検索すると、まあ、面構えシリーズと、面構えって人の顔が描いたですね、歴史上の偉人、それからこの玉子さんのこの富士山のシリーズが出てきますね。たまこさんの絵はね、大体ね、今実際の流通値段は、まあ数百万です。富士山の画題でですね、デパートの店頭ではおそらく1000万以上はつく場合がほとんどだと思いますけども、まあ、やっぱりこの図柄がですね、なんか晩年のものは比較的ちょっと絵が少しだけ崩れてきて、ちょっとね、評価も若干下がる場合もありますけども、基本的には絵柄のこうしっかりした、まあ、赤富士でも青富士でもいいんですけども、構成のしっかりしたものが割と好まれる傾向があります。で、やっぱこの方、富士山がやっぱ代表作なので、こうやって検索しても富士山がばっかり出てきますし、それ以外の図柄は若干安いのが、まあ実態とは言えますね。まあ、この方はですね、さっき言いかけましたけど、小林古径に、君の絵は、なんて言ったかな、グロテスクって言ったかな、それでも「それが君の味だから大事にしなさい」って言われてですね、それを素直にやった人で、やっぱりね、美術ってのは新しいことを、人がやってないことをやらないとダメなんですね。最初は気持ち悪いって言われようが何しようが、やっぱり自分の道を信じることが大事なのが美術の世界ですね。これは美術に限らないと思うんですけども、そういう一種の革命、日本画の革命だったのがこの片岡球子ということですね。ということで、片岡球子について、しっかりうちは買い取りもしてますし、もちろんご注文も承りますので、で、版画の類も案外高いのでね、お持ちの方いたら、まあ、お持ちの方は大体結構高く買ってることが多いので、当然ある程度値段することをご存知だと思うんですが、お気軽にお電話ください。よろしくお願いいたします。